はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。リクに答えて実況プレイ戦国バサラ3小太郎の赤ルート続きをやっていきたいと思います。はい、前回は鶴姫ちゃんのところに行きました。一回やられました、すいません。火を譲る方角より勝利が訪れるとのことですね。というと東の方角、ひゃー、東軍の勝利に間違いないぞい。そうなのかな、なんか曖昧な予言にも聞こえるけど。兄貴がじっちゃんを倒した。そしていきなりにやられたと。どうも兄貴。さあラストですね、関ヶ原。まあ勘兵衛さんがこっちにいるから、あの勘兵衛さんが出てくる西軍のあのなんだっけ、名前忘れたわ、決戦か、あれはないはずですよね。っていうか勘兵衛さん全然出てこないけどな全然あの会話に入ってこないんだけどな。ということはどこですかね。はい、暗っ。いよいよこの時が来たぞ、みんな準備はいいか。思いっきり西軍側にいるのがちょっと笑えるんだけど。東軍は北条は不滅ですじゃ。うるせえさあ内容ってどんなんでしたっけ。忘れましたわ、はは。まあ完全に忘れましたわ。やっぱ線がいいよなー。問題は装具を攻撃力つけてんですけど、まあ、防御でもいいかなとは思う。じゃあ今回は防御にしましょうか。あ、これつけてるわ。何外したんだ、ジンのやつか。すいません、前回間違えました。ジンのやつ外しました、すいません。でも武器ほとんど揃ってますね。これが前回出たやつかな。うん、攻撃力はあるんだけど装具つかないな。まあこれが一番強いし装具もつくしこれがいいでしょう。さあ謙信様との戦国絵巻もラストでございます。では参りましょう。関ヶ原の戦い内容若干感としません。恐れるものは何もないわい。行け風魔、わしの代わりに。はい小太郎の代わりに返事してみました。はい、関ヶ原の戦い内容でございます。あれか、最初になんか護衛してキングをこっちに回すとかか。やな、なんか鉄砲隊かなんかを最初に左の陣に持ってってって感じだったしね。いつもこれ成功させてますけど、失敗した場合ってどうなるんでしょうかね。やってみますか。貴様、秀吉様のご恩を忘れ、はい、ちょっとお金、いつもちょっとそう、いつもこの左の陣に護衛するのって成功してるんですけど、失敗した場合ってどうなるんだ、それ見たことないんですよね。だからこのこいつらをほっといて陣を潰しにかかってたらいいのかな。究極だから結構割とあっさり倒されてくれると思うんですよね。まあ恩賞は取れないですけど、まあいいでしょう別に。今日を裏切るんですか。よいしょ、裏切りますよ、ね、なんで天海さんよいしょー、進め馬、おいしょしょしょ、お上下に再び、なんかガンガン行っていく、なんだろう、うへへへへへ、おうへへ、登場だな、気合入ってるな、気合入りすぎて死にそうですが、よいしょー、とりあえずいつもだったらすぐに陣、でも全然減ってねえな鉄砲隊。陣のところに、陣っていうかあそこの×印のところに持ってくんですけれども、今回はちょっと無視をしてみますけど全然減ってないな。何も戦わずにしとけばいいのかもしれませんけどね。よいしょー、危ないね、あー殴られるね、これがいつもかわせないね。何？小太郎死なないでよ。まあ三角が、あ、だいぶ減ってる。あ、いって。今のでいいんじゃないか。もしかして人体にやってもらったらいいと思ってね。回復したいな。小太郎が死にそうですよ。ほう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 。人体師に鉄砲隊やってもらったらいいんじゃないか。あと二人だよ。正義の味方でも来て助けてくれないかな。ないんじゃないかな。オッケー、鉄砲隊全滅した。
これでどうなる？つまらない。あ、これも初じゃないか？あ、そうか。まさか私にまで刃を取る。天海さん同時に戦うってことになるのか。全然いいけど。これは全然いいけど。爪子だ。全然いいけどね。ちょっと小太郎だから危ないっていうのがあるけど。うん。なんだ。それもそれで新しい感じでいいんじゃないですか。いつもここ成功させてるんで失敗バージョンが見れるっていうのもいいと思うんですけどね。危ないな。あの盾兵結構怖いんだよな。とりあえず普通に陣を潰して、おいしょー。危ないよ。痛いね。ソロリアがけ、よいしょ。もうちょいでおにぎりが出るはず。出た。ああ、吹き消された台座の火が。当たってね。長押しをしないと下に行かない。あんた基地でもすすって強くなったか。オッケー、危ない。回避成功。3回、うん、浮田さん、うん、危ない。怖いな。ふい、お、なに。いや、もうちょいでいけると思ったのにな。もうだいぶまた減ってんだけど。すぐに、すぐにどこ行ったのか。ええ、防御力つけてんのにな。うっしょー。誰ができよう。で、何ですかね。いまだに声を聞いたことがねえよ。しょ、回復していきましょう。あ、誰か今、まだ、まだ。ちょっと待ってね。浮田さんまだ行った段階。よいしょー。オッケーですね。僕は後ろに下がるから。ダメ？うん。そっか。金庫敵に回る。まあ別にいいけど。どういう感じになるの？出陣。見て。見られて。まさか天海さんと連続で見ることになるのか？あ、鍋って素敵だね。まあそろそろ寒くなってきたんで鍋の時期ですね。僕は一人で鍋奉行。君はどこの鍋奉行？釣り宴ではこれはなくなってるんですよね。なぜ変えたんでしょう。謎ですな。で、天海さんが続くと、めんどくさ、まとめてやってくれよ。あの釣り宴のあの二人組の時みたいに、ソークとか勇者とか結構二人組はまとめて紹介されてたのに、なぜここではそれがないんだ。知りたいのでしょう。そのそういう風に連続でこうなるってのも初めてですよね。以上分断されて出てくるので、誰よりも命の価値を知る者、うん、だって決戦とかでも二人一組で紹介されるのにな。なぜここ二人一組してくれなかったんだ。謎だわ。パターン用意してあげてくださいよ。どうしよっかな。清らなる赤き雨よ。はい。かっこいいんだけどな。ちょっと準備はっぽいな。どっち、でもな、どっち、どっちもいまいちだよな。相手言うなら天海さんが神だから天海さんの先の方がいいのか。ああ、私は生きている。そうだね。なんて素晴らしい。生きてるって素晴らしい。待って。勝てなくても勝たなきゃ怒られたくないし。待って、ちょっとどうしようかな。二人か。そのジンもあるしな。おいしょ。あぶねえ。今起こしたることを三年追い出ずして、我今後宝禅。何それ、マジか。天界様、僕を助けて。逃げろ。己の生き仏ぶりに涙が出ますね。とりあえずこいつはほっとけで入ってくれないの。一応天海さんいるじゃないですか。天海さんどこ行った。天海さんどこ行った。いた。よいしょ。どうぞ。やっぱ陣がまだいっぱいあるから危ないね。なんだなんだ今の。どこの宗派にもあんな僧はいなかっただろうな。もう待って、二人して一緒に来るのは怖いよ。すみませんが、あ、そう。外せぬ用事を思い出しました。さようで。ここでちょっとチキンだけど。
私が弔いましょう。族の首、天海さんと分断したいな。痛いね。動く。どうしたらいいかわからないよ。さようで。不遇ですね。私もさっぱりわかりません。だろうな。君も僕をぶつんだね。うん。私が望むのは。よいしょ。それは波順のきらめきのみ。何それ、波順のきらめきって何、怖いな。あーダメだ。それに乗るのが天海様が飛び上がってしまう。あ、カウンターの忘れた。カウンターあるのまた忘れておりましたよ。よくあること。天海様は僕よりずっと手強いよ。知ってるよ。いやでも私は金子さんの方が怖いよ。あぶね、吸収される。僕の気持ちがわからない人も敵軍が、敵軍がお弁当扱いになっている。怖っ。よいしょ。早く早くバサラゲージ、早くバサラ行って。僕怖いよ。これで天海さん倒せねえから。キングの後ろがついてきてる。非常に難しい。倒せない。なんとなく。よし、くそ、逃げろ。とりあえず逃げて。よいしょ、天海さん行って。行かない行かない行かない。なんでだ、まずい。オッケー、オッケー、危ない。とりあえず倒した。天海さん、天海さん何か落とした。落としてない、落としてないのか、取ったのか。いいだけのこと。ごめんね。よっこいしょ、このタイミング。よいしょ。この戦が済んだら筑前に帰るんだ。そりゃフラグだな。はい、逃げましょう。これは逃げておきましょう。回復しといた方がいいかな。陣の後ろに回復があるはずだが。オッケー、まだやっとるんかい。その辺があるだろう。ほいしょ。中には怖い人が多すぎる。まだだった。オッケーオッケー、通せる。オッケー。世の中には怒りっぽい人が多すぎるよ。そうだね。それは世の中のせいかどうかよくわかりませんけど。危ない危ない危ない、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。世の中には僕を怒鳴る人が多すぎるよ。それはあんたがだらしねえからだろうか。おーいいしょ。ちょっと櫓が近いのが怖いな。なんだあれは、鍋か。鍋ですな。この時のキングさんの動きもよくわからんしな。一人でつつく鍋って美味しいよね。そうだね。あんまり食べたことが、これまさか回復したりとかないよね。当たる？当たってるね。よいしょ、つなげていこう。どこ行った？いた。若干狭っ、狭い。ところで君の地元美味しいものある？知らん。行って。あれはなかなか怖えな。帰ってくれる？帰らん。ダメ。あー外した。よいしょ、もういっちょ。教えてよ、君はどうして決められるの？何の話だ。まあ小太郎の場合はオッケー、じっちゃんに決めてもらってるようなもんだしな。よかった、時間かかったけど倒した。そうだな、時間かかるっていう意味でもあそこはジンはちゃんと、ジンじゃねえ、最初の鉄砲隊はちゃんと運んであげましょうということだね。周りが気になるな。それに対して三つなりは何も言わないといつものことだ。3回が限界だな。危ないな。大丈夫か、続けていい？なあ、危ない。うん、いい、怖い。あんな分回し方したら絶対陣に引っかかってると思うんだけどな。よし、次行きましょう。風前の宝禄も見直してやらんとの。確かジャンプ台飛べるけど意味ある？の連中に。あ、サコン、サコン発見。サコン、おー、びっくりした。あ、独身針か。ここ独身針やるんだった、忘れてた。あー、そっか、大谷さんとか天君いなかったっけ。ここ天君いたよな。めんどくさ。
とりあえず毒陣針を止めて、毒陣針を止めて、ブーストは大谷さんにとっておこう。見えんかったじゃろ。ブーストは大谷さんにとっておいて、ブーストは大谷さんにとっておきの、なんか食らってんだけど、なんか、なんゴーイ、怖っ。なんか予想以上に食らってるのはなんでだろうか。とりあえずリンを潰せば毒陣針が消えるはずだから。これで巻くとは思うな。お、サコまだ生きてる。償いはこれか。これが困ったな。なんでここでギリギリなんだ今。なぜ今ここでギリギリなのかがよくわからない。理由はよくわからない。ここまで金吾さんまで頑張って倒したのに、頑張って倒したのにここで死ぬのはちょっとやだな。一応か回復者300人超えたからか。これ回復？違うわ。あれは？オッケー、おにぎり。飛べるよね。あ、飛べねえわ。逆だ。こっから降りてくる。か。なんか名前つきました。お、バサラ2とかのようにこうな、分隊倒したらおにぎりとか落としてくれたらいいな。まだ楽なのにな。いいから忘れがないからな。これは。押されてるぜ。これで切り開いていった方が安全でしょう。ほい。結構槍長いんでね、痛いんですよね。よいしょ。右に行くと天空が出てくるはずだから、先に左の陣を潰していきましょう。時間長くなるな、かなり。ちょっと辛いけど頑張ります。よいしょ。怖い。秀吉様の敵だ。一辺の躊躇なく切り刻め。強い。バサラ技使ってしまおう。おそらく天君とかと戦ってたら、おいしょしょしょい。あ、特別の人出た。なぜ特別の人がこのタイミングで出てくるのかよくわからないが、まだ陣残ってるのにね。毒陣針を停止したらなのだろうか、よくわからん。この辺に、どこにいる、どこにいる、どこにいる、少々時が止まった。どこだ、イタリアだ、名前好き。なんか、ね、わちゃわちゃしてよくわからんけど、400に撃破した。三成、待って、まだいる、まだいる、まだいる、どこにいる、いた、あれにおるな。ほいよ、オッケー。とりあえず、早きは風のよ。こっちか。実戦あるのみだ。うん、そら、そうだな。小太郎がそれを体現しているような気もせんでもないけど、ウェイ、うん、来ないでー。よいしょー。なんか巻き込んでる、巻き込んでるね。ただ問題は人体質に当たっていないという点だな。主は勝つ。たった今間違えたー。もういいや。お任せあれ。百景一面のマガグロキ。なんだと。バスはさ、当たるんだ。先に回復しておこう。雷筋来てるから先に雷筋やる。よいしょー、よいしょー。ジジンジンを殴る感じで。おー、いったー。いいね、今の流れいいね。で、できればバサラゲージ欲しいな。バサラゲージ欲しいから周りを倒しておこう。よいしょー。たまらない、バサラゲージがたまらない。意外とたまりづらいな。なんでこんなたまりづらいんだろう。とりあえずお金を、ちょっとポイントが怖いな、これ。なかなかこう安心できないヒットポイントなんだけど、これなんでバサラゲージなんだ、ここで。え、おにぎりない、ないか。あれ開けたのにラストか。待ってくださいね。バサラゲージが欲しいんだ私は。あー、バサラゲージ先に欲しいんだけど、来た。よし、これで、で右戻っても回復全部取ってきちゃったしな。しかもあそこ天君のとこ毒陣針あるから怖いんだよな。また
毒針針を先に潰す、潰してみようか。いや危ないかな、わかんねえな。よいしょ。素朴な疑問なんだが、ここから毒針針渡るんだろうか。あ、当たるわ当たるわ。さすがにあそこの遠さでは無理なんだよな。もういや行ってまえ。天君用の装具は持ってないので、あーちょっとカメラカメラカメラが天君を追いかけてしまっている。腹立つ。ちょっとあれ、わしもあれに乗ってみようかの。おほいしょ。当たってねー、全然当たってねー。え、ちょっとこれうざっ。目が回りまする。完全にお主がなぜ北条にいるのか。いた。私もわかんねえよ。あ、なんかいいもとってた。ちょっと待って、ちょっとこのカメラやめてほしい。このカメラマジ腹立つ。ちょっと待って、なんで、ちょっと、待ってね。あんな車には乗りたくないな。マジかよ、びっくりした。こよいしょーのこいしょー。でも回復したいな。やめて、ちょっとちょっと、カメラカメラが完全に天空を追いかけている。びっくりする。開けていいんだよ。これは2連チャンの方がいいのか。よいしょ。とりあえず近づかないようにします。うわー、これ逃げながらだったらいいけど、怖え。いいかな。とりあえず開いてない時にも当たってないですね。あ、しまった、ジャンプしちゃった、いつものせい。よいしょーしょい。はい、時間かかるね。いや、勝手に天空追いかけるのマジやめてほしい。いや、逃げ回ってるときはそりゃありがたいけど、ロックを勝手にすんなよって感じだよな。近づく？いや、やめとこう。この距離だと微妙に当たりそうなんだよ。危ないよ。剣心様はほっといてますとりあえず。よいしょよし、はい、よいしょほいしょ。いった。なっ、僕などさせない、ただのたれ死ね。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫、まだ来る、まだ来る、まだ来る。引き殺されそうであるが、ちょっと待って、ホーミングでないことを祈る。あぶね、ここ大丈夫、ここ大丈夫。いや、あんま大丈夫かないかもしれないけど。え、でもヒットポイント全然ないよね。やだ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 。何これ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 。よいしょ。え、でもちょっと待って、これ結構きついんだけど。死にかかってるからバサラ技を使うっていうのもありか。いやー、なんだろうな。あ、まだ動く。やってもうた。ちょ待てー。え、これ大丈夫、これ走り回ってて大丈夫、よくわかんないんだけど。よいしょー、来るよね。ちょっと待って、ダッシュダッシュ。何これ、時間超かかるんだけど、腹立つ。ホーミングは大丈夫。よいしょー、まだだね。オッケー、今無理やり行きました。無理やり行ったのはいいんだけど、
次大谷さんに死ぬ気がする。迫り来るあれを。どうしよう、主にも分かろう。腕に長時間かかってんだけども、最初のキングと天界さんで死にかかってんのに。さあ、あれが降るまで我に付き合い。ブーストをバサラ技で倒せるわけねえしな。しかも大谷さんは小太郎苦手な遠距離だし、これ信長さんみたいにこう新たにこうつづらが出てきてくれるとかないかな。復活したらつづらも別に出てきましたよみたいなことないかな。ないか。とりあえずブーストします。星が下るまでのわずか我に付き合え。よいしょ、とりあえずよいしょ、ギリギリでやります。復興まであと一歩。いやいやいや、その前に死ぬ。ほんとその前に死ぬ。絶対その前に死ぬ。変わらず凄まじい忍びだな。まずい。この局面に対する恐怖はないのか。どうする、バサラゲージを貯めての赤逃げにするか。その前に当たりそうなんだけどな、この速さ。剣心様ちょい回復しようか。ひたすら逃げ回る。引いた引いた、群れなど引いた。とは言ってもだな、怖いな。まあ、三成よりは。とりあえず本当に今赤逃げぐらいしか思いつかないので、小太郎だからな。よいしょ。悪いことは言わん。ガードブレイクされる可能性も大いにありますので。しかも大谷さんがバサラ技使ってきたりとかなんたりしたらもう本当にね、西軍の方は保たればいいっていう感じなんですよね。よし、だいぶ減った大谷さん、だいぶ減ったぞ。我は気をしてみせよ。我はそれが見たい。オッケー、これで。でもな、同じことやってたら、同じことやってたらダメなんですね。はい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 、逃げて逃げて逃げて、ね、ちょっともしかして 3D 用意する可能性が高いぞこれ。見てる人かな。私は全然 3D をしないタイプなんですけど。貴様が死ぬなどあるものか。よいしょ、ひどい。でもしょうがないんですよ。ものすごくヒットポイントがやばいんですよ。小太郎、これ一撃当たっただけでも死ぬ可能性が大いにあるので、無理やりいけるか、無理やりいけるか、無理やりいけるか。あいつ笑いやがった。はい、無理やりいけませんでしたね。よいしょ、危ない。よかった。もうやり直すのめんどくさいんですよ。もうだからやり直したくない。もう時間長くなってもやり直すのだけはやだ。もうホタロ何回やり直しさせられてんだよ。はい、先生お待たせ。今活躍したのが北条家の風魔小太郎ですじゃ。いつなりで死なないようにとりあえず回復しよう。あ、とりあえずバサラゲージ貯めてからしよう。なんか誰かいるんだけどそこに。とりあえず殴っておきました。でバサラゲージ溜まってから、あ、ここにもいる。よいしょー。なんかいじめてしまってますけど、暇つぶしにいじめてます。あら、溜まった。よし、じゃあ回復していこう。チンコがあるよね。あるんだよなー。うおー、ちょっと待てー、怖っ。もうちょっと、もう本当に念には念をっていう感じでやってます。おっと、怖い。日の雨よ、降り注げ。ブーストがないから、サメとなって、普通のバサラ技で。あの日を私を射抜いつなりも、まあ、なんだろう、小太郎と同じようにスピードタイプ、防御力、ヒットポイントなしのタイプなんですけれども、それでも怖い。あのものを斬滅する許可、私に。最初にバサラ技を放ちたい。勝つためだけに小田原の残骸まで持ち出すか。こりゃ、ららららあっち行け。豊臣の忘れがたみめ、わしを舐めたらいかんぞい。で、回復する、回復する。んで、ジンだな。我こそは豊臣一の将。ジンどこ行った。あったー。黙れ、話すべきは家康だ。全然家康いないんだけどね。お助け。とりあえずこの、邪魔だよ、邪魔だよ、三成邪魔です。強者、強行だ、強者。どっか行ってくれ三成。ああ、陣で、陣が
危な。オッケー、とりあえず陣潰した。あー、念のため先回復するか。怖いんだけどね。秀吉様、どうか私に、おいしょ、奴らを斬殺する許可を。うほほ、回復したいんだけど、一人が邪魔できない。切り裂かれても、よいしょ、当たってない。あ、オッケー。おー、危ない。ちょっと待って、なぜ勝てると思った。ちょっと、天下の豊臣軍、ちょっと当たっとるやないかい。もうちょっとだ、当たるだろ。強豪に切られたら二度と傷が癒えぬ気がする。怖いな、どうする。おいしょ、危ねえ、あー、危ねえ。もうちょっと、もうちょっとバサラゲージ溜まる、もうちょっとバサラゲージが溜まるんだけど、溜まった溜まった溜まった。飢えた鬼ども、よっしゃ、あ、やっつけたよ。三成早、三成の方が余裕でした。もう天君と大谷さんでどれだけ時間かかったか。もう30分超えだよ、涙だよ。はい、残念でした。はい、かっこいい。あれ、しまうの難しいだろうな、マジ。はい、かっこいい、さすがです、コトラ。でかしたぞ。いやー、何度もやられましたけどね。何度もやられたって、ステージごとに1回8個やって、8000やって、半分ぐらいやり直しさせられてます。すいません。いや、でもコタロ難しいんだよ。はい、ってな感じでエンディングは飛ばしたいんですよね。はい、飛ばしましょう。あー、よかった、一発でいけてよかった。ちょっと天君で死にかけた時にはもうちょっと絶望でしたけど、あーあーあー、いまいち。はい、まあ、キンゴさんを寝返らせなかったことで余計に時間がかかったと申し訳ございません。はい、8戦ですね。結構長めになりました。いつもだいたいラーナ戦なんですけど。はい、コタロは喋らない。喋らない。この間が苦しい。困りもんですよ、もうコタロ。喋らないんだったらもっと早く出してくださいよ、文字を。はい、東軍勝利でございます。うん。なんか久々だな、この感じ。釣り久々だもんな。はい、疾風衝動の風、あ、え、2回目、あ、そっか、このデータだと2回目なのか。ってことは、このデータだとアオルートやっていない。はい、というわけで長くなりましたけれども、これにてリクエストしていただきましたコタロウと、あと中森謙信様というリクエストでよかったかな、ちょっと忘れましたけど、はい、やらせていただきました。いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたなら幸いでございます。では今回はここら辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。